医療脱毛普通の脱毛みたいだし、あでもね絶対に医療脱毛の方が効果あるって言ってたで。で一応全身脱毛って言ってるけど、VIO はやってない。股間です。股間はやってないです。女性はいいかもしれんけど、なんか男でツルッツルは温泉とか行きづらくなるかなと思ってやってないっす。いやツルッツルにせんでもいいけど、ちょっと整えるぐらいでいいかもしれんけど、なんかさすがにちょっとツルツルは血毛をやってもいいかも。血毛やった方がいいの？ただそうやし、しかもさめっちゃ恥ずかしいやん。なんかさ湘南美容外科のさあのスタッフとかみんな女性やん。しかも綺麗な女性ばっかりやん。あのやっぱ美容整形のクリニックやからスタッフもみんなやる人も綺麗な女性やねん。綺麗な女性の前でさ全裸やで、ほぼ全裸っていうかもうパンツ脱がなかんやろ、あれ絶対恥ずかしいやん、こんな。うわ興奮してまいや、そういうやつはええわ、むしろ逆に。いや興奮してさ気まずい感じだったら嫌やで、あれ絶対に。でさ、なんとも思わず、スタッフは慣れてんねんて。うん、ロング棒がすごいロングになることにスタッフは慣れてるから何でも思わんらしいけど、一お客さんとしては恥ずかしいからやりたくないっていう。そう、慣れてるのはスタッフだけで、俺らは慣れてないから。同性なら大丈夫なんですか？いやあのね、おっさんにやっておられるから恥ずかしくないと思うかもしれんけど、もしおっさん相手にやっぱ当たったりするからさ反応するかもしれんやん。おっさん相手にロング棒なった方が気まずない、むしろ。なんかあれってならん、あれ俺おっさん相手になんでなってんのみたいな感じになってさ、逆に嫌じゃない？そう思いました。それやったら女性のスタッフにやってもらう方がいいんじゃないですか。そう、おっさんでロングをマジで悲しいって、それきつない？あでもおっさんにやってもらった方が恥ずかしくないからいいって人もいるかもしれんけど、エチエチなお姉さん、いやお前そういう店行け、それはマジで。エチエチなお姉さん、そんなめちゃめちゃエッチな格好して医療脱毛するお店ないで。いやあんのかな、もしかしたらそういう普通に湘南美容とかに勝てないから小規模な整形外科はそういうちょっと際どい格好したお姉さんが医療脱毛してくれるみたいになってんのかな。新種のプレイやなこれ。いや意外と需要あるかもしれん。ちょっと待って、ワイプの話どこ行ったんやろ。別料金かかるオプション、それもうそういう店やん完全に。なんかなんならもう脱毛がオプションになってるって、ほんまにやめとけって。